カフェギャラリー千里港から徒歩1分、同じく常滑焼き物散歩道の界隈にあるわびすけ。もともと焼き物の工場だった建物を利用しているとあり、昔ながらの雰囲気が漂う店内。おすすめは名物のわびすけ餅、器にドーンと盛られた球体。この正体はバニラアイスとあんこを求肥で包んだもの。それに立てたばかりの抹茶をかけていただきます。求肥とアイスがとろけ絶妙の味わい。こちらは栗パフェ、アイスが3つ、そして渋皮付きの栗に白玉や寒天が入った和テイストのパフェです。古き良き常滑の雰囲気も一緒に味わってください。